い、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はセリアジェルを使ったドロップネイルのやり方になります。夏にとてもぴったりなデザインになってますので、最後まで見ていただけますととっても嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきます。最初はネイビーとこのミント、この2色を使いますよ。じゃあ2色も蓋開けといて、先にミント、まあこれを半分ちょっとぐらい塗ります。で今度はネイビーをのせていきます。で、ちょっとバランス整えるためにミントを追加します。はい、こんな感じです。これで一旦硬化していきます。はい、硬化しました。そしたら今度はこれ、トップ、ベース&トップ、これをね、薄く塗りますよ。全然関係ないんですけど、今私ぎっくり腰みたいなやつになっちゃって、もうね大変ですね。でもなんか安静にした方がいいのかと思いきや、実は普通の生活をした方が治りが早いらしいです。痛いけど、だから今痛みをこらえながら動画を撮っております。多分ひどくないのかな、私は意外と痛いけどいけるなって感じ。はい、じゃあちょっと今クリア、あのトベーさんのトップ薄く塗ったので、このままホワイトを使います。で、あんまりたくさん取らないようにボトルの縁でしごいてね。で、下のブルーたちがちゃんと色が透けるようにちょっとね、はけ跡を加えながら、こうやってはけ跡残ってもいいので、こんな感じで塗ります。そしたらもう一度硬化していきます。はい、硬化終わりました。はい、そしたら今度またホワイト、これを使います。で、まあ今回もそんなたっぷり塗らなくてもいいかな。もうこうやってハケ跡残っちゃっていいので、ぐーっとなるべく薄くなるように塗ります。そしたらこのまま、ベース&トップ、これを使います。これでなるべくこうちょっと広めになるようにこれを落としていきます。で、ちょっと待ってあげると勝手にこうやって広がっていってくれるので、ここちょっと待ってからこうやってやってあげると結構いい感じに広がっていきますよ。ただこういうちょっと集合体みたいなのが苦手な方はちょっと得意ではないかもですね、こういうデザインは。で、待ちます。そうするとどうでしょう、
ちょっと雰囲気いい感じになってきますよね。モヤモヤが、モヤモヤじゃないな、ドロップで、この落とすこの、まあ、クリアジェル、今回ベーストップなんですけど、これのこの落とす量を変えてもらうと、この広がり方が、サイズが変わってくるので、それはもうお好みでやっていきましょう。でちょっとね待ちます。はい、こんな感じで、ちょっとねこう外側に広がっちゃうので、その場合はこれを下に向けてあげます。ちょっと見えないけど、下に向けると重力でサイドに溜まっちゃったジェルがちょっと戻ってくれるので、こんな感じで戻してあげます。はい、でこんな感じになったら硬化していきます。はい、硬化終わりました。これでじゃあもうトップを塗って仕上げていきます。でちょっとねこうやって見えるかな、凹凸が若干あるので、まあ2度塗りして凹凸を目立たなくしていきます。であんまり厚塗りにならないように気をつけてください。厚塗りすると硬化熱が結構すごいので、この前私が心臓ギューンってなるって言った時に、なんか分かる気がするってコメントがあって、ちょっと嬉しかったです。私のこの下手くそな表現の仕方で、ちょっと待ちます。またこれセルフレベリングをね待ちますよ。はい、じゃあこれで硬化していきます。はい、まあこんな感じでも結構いい感じなんですけど、もう一回だけトップ塗ります。あんまり塗りすぎるとねポテッとしちゃうので気をつけましょう。これはですね、このアートするときは砂ジェルとか、もう砂ジェルを乱用しがちなんですけど、私砂ジェルとか合わせるとより海っぽい感じになっていいんじゃないでしょうか。ちなみに今回はこれ海をイメージします。水面、はい、じゃあもう一回ちょっとセルフレベリングを待ちましょう。でこうやって待ってると、またさっきみたいにねここのサイドにジェルが溜まってくるので、そしたらもう一回ひっくり返して重力を利用してちょっと形を整えてから硬化をしていきます。じゃあちょっと一回ひっくり返そうかな。でれん、なんのこっちゃですね。私もたまにサロンでこういうことしますよ。なんかなかなかフォルムが決まらない時があるんですよね、やっぱり。はい、じゃあこんな感じで硬化します。硬化終わりましたので拭き取りしていきます。コットンにエタノールを含ませて、ちょっと圧をかけながら拭くと意外とツヤ出ます。で拭いた直後は触らないようにしとくとよりいいのかなって感じ。かわいい。今回ちょっとベースのカラーをね2色使って、あとドロップのサイズもちょっと大きめに全体的にやってみました。細かくするとまたイメージが変わるかもね。これを5本アートするならば、私はこれをまあ片手に2、3本、あとは他はベージュ系とか合わせて、夏だから、どっちがいいかな、シルバーだと爽やかになるし、ゴールドだとちょっと華やかな感じになると思うんですけど、スタッツを合わせてアートするかな。はい、これでもこういう海っぽいネイルじゃなくて他のデザインも応用できると思います。夏とかね人気ですね。ぜひ皆さんやってみてもらえると嬉しいです。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。